いらっしゃ。久しぶりだな、レーナ。キリュウちゃん。そうだったの、風間さんが。でもキリュウちゃん突然来るんだもん、驚いちゃった。悪いことしたな。今に始まったことじゃないけどね。レイナ、おやっさんは俺に言った。ユミを頼むってな。うん。あいつのことを何か知らないか。あの時病院から失踪したって聞いてからは何も。でもね、キリュウちゃん、5年前ここに水木って女の人が訪ねてきたの。彼女沢村由美の妹ですって言ったわ。由美に妹が？うん。でも妹がいたことは由美ちゃんも知らなかったはずよ。由美ちゃんだけ生まれてすぐ生き別れになったんですって。そうだったのか。で、今その水木は？それが詳しくはわからないの。水木ちゃん、ちょくちょくここに顔出してくれてね。そのうち由美ちゃんがいたこの店で働きたいって。4年くらいいたんだけど、去年急に自分のお店を持つことになったの。お店の名前はアレス。場所は？オープンしたら知らせてくれるってことになってたんだけど、まだ連絡ないのよ。こっちから聞こうにも連絡先変わっちゃってるみたいで。そうか。彼女ユミちゃんによく似てた。会えばすぐにわかると思う。ここに入れ墨入れてたわ、花模様の。ユミの妹らしくない。そうね。邪魔したな。またいつでも来てね。私にできることなら何でも協力するから。ああ。錦山君のこと聞かないんだ？それとももう誰かから？ああ、そう。自分の目で確かめるさ、人が何て言おうがな。うん。ねえ、キリュウちゃん、ミレニアムタワーって知ってる？5年前建てられた。そのタワーの裏に小さなバーがあるの。マスターは飲食店の元締めみたいな人よ。新しい店ができたらマスターに必ず連絡が行くわ。アレスの場所もきっとね。そのバーの名前は？バッカス。
キリアさん、あいつ男だ。大丈夫？ああ、なんとか。お前は？うん、こっちは。何だったの今の？何者だ？自分の胸に聞いてみるんだな。キャー！なんだお前ら！バッ！ミユ！ユーヤ！親殺しが。遅かったじゃねえか、キリュウ。キリュウさん、こいつは風間の…黙ってろ！チンピラ。キリュウよ、俺は今日目を疑ったよ。極道舐めてんのかてめえ。堂島の親父が死んで、俺ら風間組に組み込まれた。極道の息子が死んねえが、マッチョレー組長や。撃たれて当然の器だ。なら本人の前で言いやどうですか。こんなとこででけえ口叩かすな。てめえ誰に口聞いてやがる。俺たちの親は堂島の親父だけだった。お前が殺したの。親父が先に待ってるぜ。キリュウ！じゃねえぞ、キリュウ。親殺しの烙印はな、てめえがくたばるまで消えやしねえんだ。背負ってくさ。10年前にそう決めた。キリュウさん、巻き込んじまって悪かったな、ユウヤ。なんて言っていいか分かんないですけど、キリュウさん
何でもかんでも背負い込んじまって俺には真似できないですよ。キリュウさん、あの、何かお礼したいんですけど、今こんなものしか。バカお前、そんなもん渡してどうすんだよ。だってと今の残酷だな。もう早くとどめさしちゃえよ。じゃあ次俺な。やめて、やめてよ。ああ、うわっ、やったん。おい、大丈夫かよ。なに、あんた。俺は今日大変な一日でな、すこぶる機嫌が悪いんだ。はあ、運が悪かったんだよお前らは。そう、運が悪いのはおじさんの方だよ。すかせてるみたいなの。こんなに痩せちゃってるし。お前、母親はどこにいるんだ。え、探してるんだろ。わからない、今日ずっと探してたんだけど。家は、お前家がないのか。孤児院、黙って出てきた。お前孤児院にいたのか。じゃあお前。お前じゃない。ん？
私は遥か、お前じゃない。おじさんは？ああ、キリュウ、キリュウカズマだ。ねえ、お願い、この子に何か食べさせてあげて。このままじゃ死んじゃうかも。かわいそうかもしれないけど、今助けてやってもまたこんな目に遭うかもしれない。仕方ねえことだ。そんな、でもほっとけないよ、おじさん。やっぱりお腹減ってたんだ、この子。さっき孤児院にいるって言ってたな。うん。本当に母親はこの町にいるのか？多分、手紙にはそう書いてあったから。でもまだお母さんに一度も会ったことない。どうするんだこれから。他にこの辺に頼れる人は？私にはお母さんと由美お姉ちゃんだけだから。由美？うん、お母さんのお姉ちゃん、いつも手紙持ってきてくれた。おい、どうした？疲れた。そう、ショックだったろうね、そんな怖い思いして。ああ、何か食うもんでも作ってやってくれないか？うん。おじさん。あら、ここは？私のお店、よろしくね、はるかちゃん。俺の友達でレーナだ。ねえ、あの子犬は？え？あの子大丈夫かな？元気になったかな？ああ、大丈夫だ。本当に？それ、この子のこと？あ、よかった。もう会えないかと思った。ついてきてたのか。この子も嬉しそう。はるか、さっき、由美お姉ちゃんって言ってたな。うん。孤児院に手紙を届けに来てくれたって。うん、すごく優しいんだよ、由美お姉ちゃん。毎月ひまわりに来てくれて、お母さんからの手紙とかお土産とか。え？ん？お前、ひまわりにいたのか？うん。そして、母親の姉は、ユミ。どうかしたの？お前のお母さん、名前は何て言うんだ？水木。え？知ってるの？お母さんのこと。ねえ、お母さんどこ？どこなの？いや、俺も探しているところだ。ユミのことも。ハルカ、ユミの居場所は？うん。そうか。ねえ、おじさん、私も一緒に、いい？さっきのところで、お前の母親の店を聞こうとしてたんだ。今は手がかりが何もない。私、知ってるよ。アレスでしょ？本当に？ハルカちゃん。うん。だから一緒に。私だけじゃどうしてもお母さんに会えないから。ねえ、おじさん、いいでしょ？
他にどうしようもねえな。おじさん。おじさん。ここだよ、おじさん。ねえ。ちょっといい？何してるんだ？おじさん、60回押して。あ？ああ。驚いたろ、暗証番号。お母さんがね、手紙で教えてくれたの。お店の自慢の一つだって。なんで孤児院に？わかんないよ、そんなの。お前がひまわりにいたのも母親は知ってるんだろ？なら。どうしても迎えに来ることができないって。手紙で何回も訳聞いたんだけど、それしか。由美もそう言っていたのか？うん。ただ最後にお姉ちゃんが来た時、
お母さんからってこれをくれたの。でもその時思った。私本当にもうお母さんと会えなくなるかもしれないって。あんた桐生さんでっか。元堂島組の。お初にお目にかかります。わし五代目近江連合本部の林いいまんねん。噂はよう聞いてます。近江連合ってことは錦山に頼まれたのか。俺を狙ってるんだろ。いや、電話鳴ってます。どうぞ切り線と取ってこなれや。桐生だ。伊達だ。桐生、100億の星が分かったぞ。弓だ。お前が追ってる弓が星だ。なんだって。現場に指輪が落ちてたらしい。指輪。ああ、10年前お前から預かったあの指輪だ。とにかく登場会は彼女とその共犯の女を追ってるそうだ。共犯。そうだ。明日セレナで話したい。大丈夫か。そうか、お前らも弓と水木を。いや、わしらが追っとんのはそこのお嬢さんですわ。え、なんでこいつ。それは言えまへん。わしも近江連合のもんですさ。い桐生さん、おとなしゅうその子を渡したってやな。渡すと思うか。ほなぶっちゃけ言いますわ、我ほどの男をこんなとこで殺しそうないんすわ。あんた随分気が早えな。はあ、俺はこんなとこで殺されるほどやわじゃねえ。さすが桐生さんでんな。ほなしゃあないな。おい、やれや、ぶち殺したれや。桐生さん、行きますぜ。おじさん、なんで、なんで私この人たちに追われるの？ねえ、なんで？わからない。今、まだな。